皆さん、こんにちは。稲わク TV の川島です。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。今回はですね、写真のファイルサイズを小さくする方法を解説いたします。タイトルにもあるように、ガラケーにも送れる方法ですね。まあ、かなり今、ガラケーのユーザーというのは少なくなったと思いますが、それでもまだね、根強い人気があります。そういう方に写真を送れる方法を解説したいと思います。 パソコンの中に入っている写真を小さくする方法やそれからスマートフォンでアプリを使う方法ですねそちらを解説してまいりますでは画面の方をご覧くださいではまずこの写真ですねマスカーソルを写真の上に置くとこのようにサイズが表示されました3目があるということがわかりますねではこれを ダブルクリックします。すると通常の設定ではフォトアプリが起動してきます。ではこの状態で画面の右上にこの3つのボタンがあります。これもっと見るというボタンになります。これをクリックするとここにサイズ変更というボタンが用意されています。これをクリックするとこのサイズをどう変えるかというのを SML、まあ、カスタムの4つの 中から選ぶことができます。例えば、メールであれば、ここにあるように M サイズ、メールやメッセージに最適とあります。こちらを選んであげるといいと思います。ただし、ガラケーになると2メガという制限があるんですね。この2メガというのがクセもので、添付ファイルだけではなくて、全て1通のメールを含めたサイズになるので、2メガぴったりだと送れない可能性があります。なので。 できれば小さいサイズにしてあげた方がいいですね。その場合にはこの S サイズということになりますね。これだと小さすぎるという場合には一番下にあるカスタムの寸法を定義します。こちらをクリックします。するとこのようにサイズで指定することができます。品質に関してはこの今80%になっていますがこのように落としてもファイルのサイズ 画像のサイズ自体は変わりまません。元に戻しておきます。ではここの縦横比これを維持するにチェックをした状態で大体でいいと思います。今5,500近くになるので半分の2,000ぐらいにしたとします。すると自動的に高さも変更されたのがわかりますね。これでサイズを変更したコピーを保存つまり 先ほどの写真はそのままでもう一度複写をしてコピーを取るというのがわかります。クリックをいたします。場所を聞いてきますのでわかりやすく変更後と名前をつけて保存をいたします。では小さくして確認をしてみたいと思います。元のものは3目があります。そして変更後のものは 217KB つまり 1MB は 1000KB になるのでかなり小さくなったのがわかりますねこれをガラケーなどで送ってあげることをおすすめしますその他の方法としてペイント昔からあるペイントというアプリで変更することもできますペイントで開く場合にはそのままダブルクリックではなく右クリックをしてプログラムから開くをポイントし ペイントをククリックしますそうしましたらここにサイズ変更があります100%になっているものをまあ50%にすることで縦横が半分になるので、まあ、約ですけれども4分の1程度になると覚えておくといいと思いますこれで OK をクリックします。で 名前ををけて保存をいたします今回は JPEG こちらはファイルサイズが小さくて電子メールなどにおすすめのファイル拡張紙になりますでは JPEG 画像をクリックします場所を指定してでは今回はペイント編集後と名前をつけて保存をいたしますではペイントを閉じます これが今のペイント編集後になります。元のものが 3MB そして先ほどフォトで小さくしたものが 217KB 今回のものは 3MB に対して、まあ、約4分の1までは下がっていませんがかなり縮小されて 850KB になりましたパソコンでもともと入っているアプリに関して変更する場合はこのような操作方法になります 続きまして、先ほどはパソコンに入っていた写真を小さくしたんですが、今度はスマホで撮った写真を直接スマホの中だけでアプリを使って小さくする方法を解説いたします。今回使うアプリは Resize というアプリです。無料のアプリになりますのでダウンロードしてお使いください。では操作の方を行います。まずはイメージ Resize6 このアプリを起動いたします。 とっても簡単です。この状態で画面の下にある真ん中のカメラのマークをタップいたします。そしてすでに撮ってある写真なので写真をタップいたします。では今回はこの写真を選びます。今サイズが選ばれていて800が選ばれているんですね。この状態でもうこれで終わりです。 画面の右下にあるこの矢印共有のマークをタップしますそうしましたら写真に保存こちらをタップしますこれで保存しましたとなりました OK をタップするとこのように聞いてきますこのメッセージというのは先ほどあった元の写真を削除するかと聞いてくるんですね 削除しないで元のは取っておきたい場合は許可しないにしていただければ2枚保存された状態になります。では写真を確認します。このように2枚の写真が格納されているのがわかりますね。この小さくした方を、こちらの方をガラケーなどに送ってあげるといいと思います。ではせっかくなのでファイルサイズを確認したいと思います。ドライブに名前をつけて 変更前にししてアップロードします。では次こちらも変更後に名前をつけてドライブに送ります変更後アップロードでは確認いたしますドライブを開けて 変更前こちらを開けると詳細は1メガの写真だというのがわかります。では変更後ですね。変更後の方は29キロバイトかなりちっちゃくなったのがわかりますね。 でではは今日の動画はここまままににしたたたいいいいと思いますす最後に気をつけていただきたい注意点がありますよくね、ガラケーの人というのは、まあ、そもそもスマホではないので電話しか使わないという方が多いんですね。そうすると契約としてインターネット、メールなども使わない場合はインターネットの契約もしてない場合があります。その際には E メールの契約がないので写真などをそもそも送ることはできません。 ショートメールはテキストのみになりますのでご注意くださいでは今日の動画はここまでにしたいと思います最後までご視聴いただきましてありがとうございましたではまた次回お会いしましょうごきげんようまたね